トロント日本映画祭の皆さんこんにちは騙し絵の牙の監督吉田大八ですこの映画は出版業界を舞台にしていろいろなクセ者たちがあらゆる手段を使って時に協力し合い時に騙し合ったりしながら生き残りをかけた大逆転を狙うという人間ドラマです出版や映画も含めものづくりに関わる人間としてこの現代をどうサバイバルしていけばいいのかそんなことも考えながら作りました トトロント日本映画祭にはこれまで2回お招きいただいて温かいスタッフの皆さんや観客の皆さんと過ごしたたくさんのいい思い出があります今回はビデオでのご挨拶になりましたがまたいつか上位会場で直接皆さんとお目にかかれる日を楽しみにしています皆さんどうか健康でご無事でいてくださいそれでは映画をお楽しみくださいありがとうございました